はい、皆さんこんにちは、店長いぞもです。今回シロアリ対策の最終回3回目をお届けしたいと思います。今回はこのシロアリ対策の落とし穴ということについてですね、詳しく解説していきたいと思います。で、1回目ではお話しさせてもらったのは、ポイントとしてですね、3つお話しました。メンテナンス性の高い基礎にしましょう。2つ目は湿気がこもらないような構造にしましょう。それから、シロアリの保証期間を確認しましょう。という3ポイントをお話しさせてもらいました。そして2回目の動画では、実際シロアリのですね、被害を想定した京都大学の実験による木材、またここにありますが、こんなのお見せいたしました。はい。それから、実際ですね、シロアリ対策で使われているものは、農薬だっていう話をしました。農薬では、基本的にはどんなものを使っているか確認してくださいねというお話をさせてもらいました。はい。そして今回3回目。3回目は、落とし穴の話です。ぜひ最後まで聞いていただきたいと思います。まず、もう答えからお話します。答えからお話しすると、このシロアリの保証、シロアリの保証で、シロアリ被害が出た際に、シロアリ被害が出た際の保証で、保証してくれないシロアリがいるという話です。保証してくれないシロアリが存在するんですよ。そんなことですね、実は、教えてくれないんですよ。これについて詳しく解説していきます。はい。で、まず、一般的なですね、日本固有のシロアリは、このシロアリのですね、被害が出た場合の保証対象になっています。シロアリの保証対象です。はい。で、これはですね、2種類ありまして、ヤマトシロアリ。ヤマトシロアリというものと、イエシロアリです。この2種類、日本国有のシロアリについては、保証対象に入っています。では、保証してくれないシロアリ。保証してくれないシロアリは何かっていうと、アメリカ関西シロアリって言います。アメリカ関西シロアリです。これは、名前の通りアメリカになりますから、アメリカから来てしまった外来種なんですよ。実はこのアメリカ関西シロアリは保証対象外になってます。で、今まではですね、あまり被害っていうのは多くなかったそうなんですが、やはりこれ今の気温上昇等もあったのか、日本の全国で少しずつですね、被害が増えているというのが、実は、上がってきているそうです。なので、これからはこの、アメリカ関西シロアリも、きちんとですね、対策をしなきゃいけないということになっています。で、実際ですね、カリフォルニアの例でいきますと、カリフォルニアで震度4の地震があった時に、このシロアリの被害を受けていた家が、倒壊してしまった、っていうニュースがありました。震度4ですよ。震度4で壊れる家なんて日本には本当はないはずなんですが、アメリカにもないはずなんですが、それでもシロアリの被害によって倒壊をしてしまったそうです。先ほどの通り、こういう状態のきっと柱になってしまってたんじゃないでしょうか。はい。ということで、この、やはりですね、アメリカ関西シロアリも含めて、シロアリ対策をきちんとすることとともに、きちんとですね、万が一の場合の保証もしておかなければいけないというお話なんです。はい。で、このですね、実際アメリカ、カリフォルニア含めてアメリカのこの関西シロアリ対策っていうのはどんなことをしているかっていうと、ちょっとやっぱスケールが大きいんですよね。まずですね、家全体をですね、きちんとすべてこう覆って、人が全部一回退去してですね、退去して、猛毒のですね、猛毒ガスで、処理するっていう、燻製状態にするっていう処理をするそうです。ちょっと日本だとですね、お隣同士が近いので、間違いなくできないと思います。クレームになっちゃうと思います。はい。なので、ちょっとこれは現実的ではないので、実際もう一つの方は現実的な話。これも前回お話しましたが、放散剤です。放散剤。放散を使って、きちんとこの関西シロアリの対策をしているそうです。非常に有効だそうです。ですので、やはりこの放散剤によるシロアリ対策っていうのは、世界共通で非常に大事ということです。前回の通り、シックハウスの、いわゆる対策として、健康住宅としても、この放散剤は、赤ちゃんが舐めても大丈夫ということで、安心いただけるかと思います。はい。これも前回お話しましたが、株式会社、エコパウダーさんの、エコボロンという商品が、この放散剤でできてますので、
赤ちゃんが舐めても大丈夫ですし、家にずっと住んでる中で揮発することなく体に被害が全く出ないというものになっています。はい。ですので、またこれ前回ですね、動画でも詳しくご説明してますので、前回の2回目の動画もご覧いただければと思います。はい。落とし穴のところでもお話ししましたが、このアメリカ完全シロアリの保証はしてくれないというお話ししましたが、先ほどの株式会社エコパウダーさんがですね、この10月の20日からこのアメリカ完全シロアリも保証すると、10年の保証するということで発表がありました。ニュースが上がりました。これすごいと思います。日本初です。はい。ですので、この保証ですね、今まだほとんどの会社が、このアメリカ完全シロアリ対策っていうのはできていない中で、抗酸剤をもともと取り入れてた、このエコパウダーさん、の商品、エコボロンですね。こちらの方できちんと防御処理をしていただければ、このアメリカ完全シロアリも全く不安がなくなりますので、ぜひ採用していただければと思います。ただ、これも2回目の動画で話した通り、抗酸剤は水に弱いので、基礎の中に水が入る、水分が入るような作りだと全く効果ありませんので、まずは基礎をですね、水が入ってこないような基礎断熱のお家にしたりとか、その上で抗酸剤を使っていただければ安心いただけると思います。それから、これも1回目の話した通り、基礎の高さをとって、きちんとメンテナンス性のいいお家にする。これが非常に大事なポイントになっています。ぜひ、こういったところですね、せっかくのこの新築時に間違わない、失敗しないように、きちんとですね、シロアリ対策、それからシロアリの保証、つけていただければと思います。はい。ということで、3回にわたって、このシロアリ対策のお話しましたが、いかがでしたでしょうか？この落とし穴。これ、実は、ね、営業もほとんど知らないんじゃないかと思います。非常に大事なポイントですので、ぜひですね、覚えておいていただければと思います。というわけで、こういった店長依存のウェブ家づくりコンサルティングでは、毎日19時にですね、様々な家づくりのお話、お得な住宅ローン控除、それから補助金とかですね、幅広くお話しておりますので、毎日19時アップしております。こちらのチャンネル登録をお願いいたします。それから、高評価のいいねや、コメント欄の方にこんな話聞きたい、こういうことってどうですか、なんて質問もいただけると非常に嬉しいのでお待ちしております。それではまた次回も楽しみにお待ちください。ではまた。はい、本日も YouTube 動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。私店長磯野が、新しい新コンテンツ、こちら、これを知れば大丈夫、失敗しない家づくり7つの法則を無料で動画を配信しています。こちらですね、簡単登録です。こちらのタイトルの下にあります概要欄をご覧いただきますと、そちらの方にこちらのタイトルの動画の URL が貼ってあります。そしてそちらの方にアクセスいただきまして、説明をご覧いただきまして、簡単な LINE 登録だけで動画の方の登録配信されますので、ぜひこちらの登録をお願いいたします。それではまた次回もぜひ YouTube 動画楽しみにしてください。ではまた。